伺ってまいります。この男ケンタの入場であります。才能きらめくノアの革命児丸藤直道がファンの大歓声に乗って堂々の入場であります。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー丸藤さん190ポンドケンタ、ケンタさん。赤コーナー205ポンド丸藤直道、丸藤西永修一、ケンタ。今ゴングが鳴りました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。立ってまいります。ロープに振った、走り込んだエルボー、大ちゃんボンバードロップキック、ピンポイントであります。行くのか、コーナーに振った、ランニングしたらエルボー、引き起こします、掴みます、させません、鋭いキックです。エルボーを入れていきます。コーナーに振って、バット逆に丸めていった。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。的確なドロップキックです。キックを打ってまいります。キャプチュード、的確なドロップキックです。起こしてまいります。強烈なキックです。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。ドロップキック、ピンポイントであります。バックスピンキック、ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か、出たー、スーパー知らない、引き起こす、雄たけびを上げた。強烈キック攻撃、小股に挟んだ。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、組み合っ、あと逆に返した。組み合っこを掴んだ、キックものすごい、抱き起こす、ストバックに突き刺さった、あっとキック、あとキャプチュードの他でした。ドロップキック、的確であります。ソバット頭を掴んで蹴りをぶち込む、起こした、ピンポイントのドロップキック、エルボー強烈、コーナーに登
と逆に切り返した。あとバックスピンキック出た。スーパー知らない。起こしたハイキック。側頭部、首をかっ切るのか。腕をフックした。あと耐えた。ブレンバスター行くのか。ドロップキックが突き刺さる。抱えた。あっと返した。引き起こす。ドロップキック、後頭部うまく切り返した。フィニッシュ宣言か。キック強烈、立たせていく。ストマックを狙っていく。ハイキック、抑え込んで、ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。掴んだ。鉄拳制裁ナックルアロー。バックを取って、強烈ジャーマンスープレックス。カウント 2.8。 ソーラトリアを下ろしません。打たせない。エルボーを入れていく。腕を回した。五臓六腑に染み渡る。掴んだ。エルボー速射砲、強烈なキック、立たせていく。あと飛び膝蹴り、引き起こす。あと飛び膝、ニーが突き刺さった。エビに固める。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。させません。あと後ろ回し蹴り、起こした。抱えた。あっとエルボー、担ぐか。あっとストマックのあたり、片エビに持ち込む。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。ストマックに落としていった。フィニッシュに行くのか。カバーの体勢、に逃れました。蹴っていった。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。気合を入れた。出た。スーパー知らない。抑え込んで、yeah!